皆さんこんにちは、ラバーダックです。東京限定雑学ブラタモリの後追いをやっています。前回はですね、皇居外苑についてお話ししたので、その先向かいましょうということで、タモリさんたちはですね、皇居外苑を後にした後、東京駅へ向かいました。で、東京駅はですね、外苑から見るとこんな感じで直線上に見えるわけなんですけれども、そこまでの道のり非常に特徴的なので、こちらご紹介しておきたいと思います。3車線という形になっていますけれども、真ん中大きな白い歩道が見えます。近づいてみるとですね、その大きさに驚愕するレベルなんですけれども、はい、見てください。こちらですね、この大きさがベンチなんですけれども、ベンチ、端っこまでのベンチ、非常に広いですよね。車通して普通に3車線走れるレベルの広さだとは思うんですけれども、しかしですね、ここは普通歩道になっています。なので、普通に歩いてきて東京駅降りて皇居まで行くときに、ここを歩いていくなんていう方も多いんじゃないかなと思います。しかしですね、なんでこんなに広い歩道が作られているかというのはですね、実はですね、我々庶民にとってはここ歩道なんですけれども、ある方にとっては車道になっています。そのある方とは天皇陛下。ここはですね、行幸通りという名前でして、行幸、つまりですね、天皇陛下がどこかへお出かけになる際に東京駅まで利用するための道になっております。そのためですね、天皇陛下がお通りになるときは、ここの柵などが取り外されて、車道になりまして、車がここを突っ切っていくという形になります。ゆっくりとしたね、車列がここを走っていく様子というのは非常に美しいものがあります。普段はね、車というのは黒いアスファルトの上を走っていますから、この石畳を走る車っていうのはなかなか見れる光景ではありません。皆さんも多分 YouTube で、行幸通り天皇陛下みたいな、ので検索すると 1,2 件動画を見ることができると思いますので、もし興味があればね、見ていただければなと思います。もちろん私の動画ではないんですけれども、はい。で、普段はですね、ここ柵が閉まっておりまして、当然として車は通れません。しかしですね、非常に雰囲気がいいので、場合によってはですね、ウェディングドレスを着た花嫁、そしてですね、タキシードを着た花婿が披露宴用の写真を撮っていたりもするので、ぜひね、その光景を見たら微笑んでいただければなと思います。私はね、他人の幸せをこう見るのがね、結構好きなタイプなので、なんか見ていていいなぁなんて思ったりしますね。はい、私と同じようなタイプの方はぜひね、ここを訪れてみてはいかがでしょうか。ということで、では次行きましょうか。この行幸通りをですね、まっすぐ進んでいきますと、突き当たるのが東京駅となります。東京駅に関しましてはですね、後の動画でいろいろ出てくると思いますので、しっかりいいお話しするのは次回以降という形になるんですけれども、ざっくり言えば東京の一番有名な駅の一つといった感じでしょうかね。で、ここぐらいのお話にして次進みましょう。途中でお話として出てくるとは思うのでね。はい。でですね、ブラタモリではざっくりとご紹介されていましたが、私の今後の動画において結構重要な場所なので、少ししっかりとお話をしておこうかなと思います。はい、タモリさんたちが次訪れたのは丸の内という地域です。2015年の、再放送に関しても何か、参照がありましたけれども、ここは大名屋敷だったという形になります。で、この青いラインのところが、そのいわゆる丸の内というところなんですけれども、これですね、ちょっと東京にいる方の感覚からすると不思議な感じがします。この青い範囲が丸の内という、地政学上、地理上の範囲なわけなんですけれども、しかしですね、我々が認識している丸の内というのは少し違う雰囲気があったりします。例えばですね、東京に住んでいる方が丸の内なんていうことを聞くとですね、思い描くのはこの東京駅の駅前のこの風景です。この建物が何軒か、この画面上のこの建物、立っているこの風景のあたりが丸の内というイメージになっていたりします。でですね、この右側の方行くとですね、一応青いラインはこの辺りまで引かれているんですけれども、右側、こっち側はですね、なんとなく大手町という雰囲気がします。実際ですね、この青いラインの右側、大手町なんですけれども、東京駅を出て大手町の方にと、普通会話では出てくるので、基本的にこの辺りの建物はなんか大手町扱いされているイメージがありますね。ここにパレスというホテルがあるんですけれども、これも大手町にあるホテル
ているというイメージが強かったりします。なのでここが丸の内と言われると意外な感じがしたりします。でですね、こっち駅からですね、また左側向かいますと、ここに大きなですねフォーラム会場、東京フォーラムというのがあります。行ったことある方もいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけれども、このフォーラムも実はですね丸の内の範囲に入ります。なんですが、基本的にこの東京フォーラムという名前のですね施設はですね、有楽町の東京フォーラムなんていう言われ方をします。まあ理由としてはですね、ここに有楽町駅というのがありまして、まあ基本的にここは最寄り駅だからという感じなんですけれども、こっちの青い線から、左側の方は有楽町なんですけれども、こっちは、基本的には丸の内という形なんで、まあ認識として、一般的に生活する上での認識とはちょっと違うのかなと思います。そしてですね、さらに行きますと、これ東京駅、大きくですね線路が敷かれていますけれども、こっち側ですね、反対側に行きます。でここ道路があるんですが、基本的には道路から、東京駅側に関しては丸の内という扱いになっています。しかしですね、この辺り、はい、この大きなですね、真四角の建物あるんですけれども、これはですね大丸のデパートが入っているビルなんですけれども、大丸もですね基本的に丸の内の大丸という認識ではありません。こっちのですね、道路隔てた反対側、八重洲なんていう地域なんですけれども、まあ、八重洲の大丸なんて言われていたりします。まあ理由としてはですね、東京駅のこの出口に関して、ここ八重洲口という名前がついているので、まあそのままその駅の入り口の名前が、まあ普通にこの地域の名前だという認識がされている傾向もありまして、なんとなくここが丸の内という認識はしないんじゃないかなと皆さん思っています。なのでね、まあもし東京に出てくる機会があれば、まあこんな認識でいるとね、地政学的には、こっちの青い範囲が丸の内ですが、会話上ではそうではないということを少しね頭に入れておいていただけると、なんとなく会話がスムーズに進むんじゃないかなと思いますので、よろしくお願いしますという感じですね。でこれが現在のお話です。でまあ歴史に遡ってみましょうか。番組でもお話しされていましたけれども、この丸の内というのは基本的に大名屋敷が立ち並んでおりました。でこの区画の割り振りがですね、現代にもずっと通用しているという形で、この大きな区画が基本的に大名屋敷があった場所というふうになっています。で大名に関しましてはですね、霞ヶ関の大名に比べるとどちらかというと徳川家に近いような松平の、お屋敷などが多くありまして、まあ、どちらかというと霞ヶ関よりも重要な場所であったということが伺えます。理由としてはですね、簡単で、こちらに本丸があるからなんですね。本丸により近い側の方が非常に重要な大名を置くというのは理にかなっているわけです。まあその結果もありまして、ここが東京、まあ江戸ですね、では最も重要な地域になっていたんじゃないかなと思います。で明治期になりますと様相が変わりまして、ここに最初のうちはですね大名屋敷立ち並んでいましたから、そこを利用した官舎などがありましたが、徐々にですね軍の練兵場として使われるようになります。まあ基本的にですね、大手町の方にも官舎というのができましたし、あと霞ヶ関がね徐々に発達していく傾向にあったので、官舎は取り払われて軍の練兵場、つまりですね軍事演習をするような場所ですね、ここが使われるようになりました。しかしですね、皆さん教科書で多分見たことあると思うんですけれども、日本の軍はですね明治期に創設されまして、徐々にこう強化されていくわけです。まあ強化されるとですね、もちろん装備も大きくなり、まあ軍隊の規模も大きくなるわけですから、この範囲10万4千坪ほどあるんですけれども、さすがにこれぐらいじゃ軍としては使い切れないという形になってしまいました。なので郊外に移転することとなります。まあ郊外に移転して、もうちょっと広いですね麻布というところが、昔はそこまで発展していなかったので、そこに練兵場を移すことになりました。で移したはいいんですけれども、ここ広大な空き地ができてしまいます。で空き地となったんですけれども、政府としてはですね、ここ空き地を遊ばせておくほどの、まあ、予算的な余裕はありませんでした。明治期に入りまして、明治政府というのが新設されるわけですけれども、常にですね新しいインフラ投資であったり、まあ、政府としてどんどんこの日本を強化していかなくてはいけないという部分で、お金をつぎ込む形になっておりましたので、まあ、常にね財政なんとの、危機にこう隣接する形で生きていたわけです。なのでここを遊ばせずに
どうにかここをお金に変えることというのが重要視されていたわけで、その結果としてですね、ここを民間に売り出して、そこから資金調達をしようと思いつくわけです。で、まあ、ここはもともと江戸時代には、一番重要な場所でしたから、人々が食いつきそうなものですよね。明治期に入りますとビジネスと、今まではなんか商売という感じでしたが、徐々にビジネスの形を呈してくるので、まあ、ここオフィス街というか、まあ、一大商業地に開発したらいいんじゃないかと、そういうふうに政府としても目論んでいたわけですね。ところがですね、これ入札によって民間に払い下げを行おうとしたんですけれども、その入札が不成立になってしまいます。まあ、理由としてはですね、残念ながらここ明治期に入ってからは一等地ではなくなっていたからなんですね。江戸時代にここが一等地であった理由というのは、結局本丸が近かったという部分があります。しかし本丸が機能を失った後、一番重要な、この立地上の重要な点となるのは、まあ、基本的に現代と同じで交通の便です。やはり人の行き来、物の行き来が重要になりますから、交通の便が、まあ、その場所の立地の良さというのを、まあ決定づける要因だったわけです。ところがですね、その頃は1880年代なんですけれども、その頃は残念ながらこの東京駅というのは存在しておりませんでした。なので鉄道を使うとしたら最寄り駅まで歩いていくか、あるいはですね、まあ、路面電車があればあるという形で、使うわけなんですけれども、ここ最寄り駅となる場所がですね、ちょっと、左の方、まあ、地理的には南ですねに向かっていただきたいんですけれども、ここです。はい、ここはですね、後々お話しすると思いますが、新橋駅周辺という形になります。で、新橋駅がですね、現存しているというか、復元されているんで残ってるんですけれども、ここが、東京の最寄り駅、東京というか丸の内ですね、丸の内の最寄り駅である新橋駅でした。で、こっからですね、歩いていくとすると、東京駅のあたり、丸の内ですね、まで30分ほどかかるような場所でした。そしてですね、端っこの方まで行ってしまうと40分近くかかるという形になるような、まあ、地理的にはあまり利便性の高い場所ではなかったわけですね。なので、やはりここを、土地を買ってくださいとは言っても、何もない場所に、お金を出せと言われても無理な話で、結局入札は不成立になってしまいます。しかしこれで、はい、そうですかと政府は言うわけにもいかず、まあ、お金をどうにか、得ようとしていろいろ画策した結果、ある人物にですね、相談を持ちかけます。その人物が岩崎弥之助という男。彼はですね、岩崎弥太郎の弟にあたり、岩崎弥太郎というのは三菱財閥をこう創業した、非常に大きな実業家ではありますが、それの後を継いで、入ってきたのが岩崎弥之助という、まあ、二代目ですね、なんですけれども、彼にこの土地を買ってくれないかと相談します。でも結構無理なですね、相談でして、なんとここ、まあ、評価額というのが、基本的にあったわけなんですけれども、政府としてはですね、その評価額の4倍の値段で岩崎弥之助に買ってはくれまいかと、話をすることになります。当然ですね、評価額を上回って物を買うっていうのはなかなか難しいもので、しかもですね、その4倍というふうになると、まあ普通買う人はいないわけですよ。ところがですね、岩崎弥之助はですね、少し悩んだ末に購入することになります。まあ理由としては、まあ、政府と非常に近しい形にありましたし、まあ三菱財閥というのは結局政府があるからこそ存続しているという部分もありましたから、その点でいろいろ忖度という意味もありましたし、ここにある意味ですね、岩崎弥之助はビジネスの可能性を秘めていると、睨んだわけです。でですね、購入資金として128万円を支払い、ここの10万4千坪を取得します。で、この128万円は現代で言うと、まあサラリーマンでも払えるかなぐらいのレベルだと思うんですけれども、当時としてはですね、非常に高い値段で、現在の貨幣価値にすると260億円ほどとなります。そしてですね、この260億円という額はですね、東京都の前身である東京市、この自治体のですね、予算3年分にあたる非常に大きなものでした。なのであまりにも大きすぎてですね、これは三菱財閥というのが戦後解体されるまでにおいて、有名な三大買い物の一つ
というふうに、称されるほどになります。で、その三大買い物のうちにですね、二つはですね、基本的に必要だから買ったと、収益が確実に見込めるだろうと思い買ったものでして、この一つに関して、この丸の内の買収に関しては、収益化が未知数だったものにお金を出したということで、この三菱財閥内外からも少し疑問の声を出されるわけです。場合によってはですね、この辺によって三菱財閥が潰れてしまうんじゃないかと、危機感を表明した人もいました。しかしですね、矢之助はその、風当たりをものともせず、ここの開発に着手することとなります。で、ここを取得したのが1890年のこと。まずはですね、こちら側の範囲を、まず開発しようと決心します。そして4年後にですね、まず第1号の建物が完成することになります。それをちょっと今復元されているので見ていただきたいんですけれども、この洋風の赤レンガの建物、こちらが、この丸の内で最も最初に建った、オフィスビルとなりますけれども、これはですね、三菱1号館と名付けられています。設計はですね、ジョサイア・コンドルというイギリス人の、設計師でして、この方はですね、後々私の動画に多分結構出てくるんじゃないかなと思います。理由としてはですね、明治期の、建物を建てる、この洋風建築においては、東京駅を建てた辰野金吾氏と並ぶぐらい非常に有名な方なんですね。今でいう、安藤忠雄さんと隈研吾さんぐらいの、そういう地位にある人たちなので、たびたび出てくるんじゃないかなと思います。こうしてですね、岩崎彌之助はここにオフィスビルを建てたのを皮切りに、この辺り一帯に同じような赤レンガの建物をバンバンバンと1911年までに13棟建てることになります。こうしてですね、この赤レンガの建物を、13棟建てることによってですね、何か異国情緒漂う通りが完成します。これをですね、人々は、イギリスっぽい建物がたくさん建っているということから、一丁ロンドンという名前にして名付けました。で、この一丁というのはですね、およそ100メーターの距離を表す昔の日本の言葉でして、100メーターの区画がちょうどロンドンっぽいよねという形になっているというわけで、ここが一丁ロンドンと名付けられました。ところがですね、これで順風満帆に経営がうまくいったかといえばそうではなくてですね、最初のうちはやはりですね、あまりこのビジネスはうまくいかなかったそうです。理由としては、当然なんですけれども、やはりオフィスビルは建てたものの、鉄道が通っていませんから、立地が悪いということで、なかなか借り手がつかなかったそうですね。なので、しばらくは少し苦戦をすることとなります。ただですね、1914年に、これも岩崎彌之助の手によって建てられたんですけれども、東京駅がとうとう開通します。で、東京駅はですね、左右にこう伸びておりますけれども、上野の方からも鉄道が走ってきて、新橋の方からも鉄道が走ってくるという意味でですね、一大ターミナルと化すわけですね。で、もともとはですね、ここ計画段階では中央停車場という名前が付けられていました。しかしですね、開業にあたってですね、ここが東京の中心であると、ここから東京は始まるんだという意味を込めて東京駅と名付けました。その名前の効果は非常にすごいもので、東京と名の付くこの、町の中の駅ですから、地方から来た人、あるいはですね、東京に住んでる人も、ここが今度の、日本の東京の中心になるんだという、ネーミングの心理効果があったのか、なかったのか分かりませんけれども、やっぱり東京駅というインパクトが大きかったんでしょうね。徐々にここの辺りは発展することとなります。そしてですね、この開業を後にして、この一丁ロンドンも徐々に人が入ってくるという形になります。そしてですね、この一丁ロンドン、そして東京駅の開業の後にですね、この東京駅周辺の開発も着手します。そして、次にできたのがですね、東京の丸ビルですね。こちら、今はですね、また新しくなりまして、2000年代初めにここ改装されて、復元されている形にはなるんですけれども、ちょっと変なところ行きましたね。この
建物、下の上の方はですね後から建てた、建物なんですけど、下はですね昔を再現して建てているという形になります。でですね、今までの一丁ロンドンと少し形が変わると思うんですけれども、ちょっと見ていただきたいなと思います。まあ、建物としてはですね、こっち復元されて若干違う形になってるんですけども、こっちの方がまだ復元されて昔の形を留めているんで、見ていただくと、ここ中央郵便局という建物で、これもですね同じような、東京駅ができてから建った建物なんですけれども、これに関して見ると今までの一丁ロンドンの建物とは違ってですね、白い壁で、そして窓が大きく取られていますよね。これはですね鉄筋コンクリートでできておりまして、これはまあいわゆるアメリカ式の建築なんですね。で、まあ東京駅が開業した後はイギリス風の建築から徐々にですね七実剛建、つまりですねあまり装飾の少ない、こういった、まあ、使いやすいねオフィスビルに転換していくことになります。はい、こうしてですね、徐々にこの辺りに東京駅周辺に白い建物が建つことになります。そしてですね、あるきっかけを理由として、この白い建物というのはここ全体に広がっていくこととなります。そのあることとはですね、関東大震災です。1923年に東京を襲った震災はですね、多くの建物を倒壊し、一説によればですね、東京の首都移転も危ぶまれたと言われるほどの大きな被害を出しました。その時にですね、こっちの一丁ロンドンの建物は、ある意味崩壊というか、かなり被害を出しました。まあ理由としてはですね、建築思想の違いで、レンガ造りというのは基本的にレンガをこう積み上げるという意味で、基本的にはこう石的なものでできておりますから、火事には強いんですよ。ところがですね、日本は地震もある国ですから、どうしてもですね、この火事には強くても地震に耐えきれずにですね、まあレンガ積んでるだけですから、揺れに対して、崩壊するという事態が起きたんですね。ところがこちら側、はい、アメリカ風の建築、アメリカ式のですね、鉄筋コンクリート式の建物はほぼびくともしなかったと言われています。これによってですね、やはりこのビジネスの場において何か、突然、天変地異が起きた時にビジネスの継続をするというのは非常に重要な点からですね、このタイプのアメリカ式の建物が数多くこの周辺建てられるようになりました。こうしてですね、人々はですね、このアメリカ風の建築が立ち並ぶ地域を一丁ニューヨークなんて呼ぶようになります。そしてこの東京駅を中心としたエリアがですね、徐々にいい開発されていって、そして周辺丸の内全体にこのアメリカ式の建物が広がっていき、それが戦後まで続くことになります。はい、そしてですね、戦後もここの辺り、はい、有楽町の近くの建物もどんどん開発されるということになるわけです。で、ちょっと見ていただきたいんですけれども、霞が関のお話しした時に、ちょうどあったものをちょっとお話ししていきたいなと思うんですけれども、この建物、何か皆さん共通点ありますよね。はい、高さの観点です。この辺りはですね、結構古いビルが立ち並んでるんですけれども、みんな同じように、測ったかのような高さ、同じ高さですね。で、ここのですね、GHQ の本部に関しても、基本的には上は後々増築されているので、下の部分だけ見ると、やはり同じような高さになっていますね。これは何かというとですね、前の回でお話しした、前々ですね、霞が関の回でお話しした、百尺規制と、いう形の、規制になっています。百尺規制によってですね、建物は31メーター以下の建物に統一するようにとなっていたので、この高さが、こう守られているという感じになります。なので皆さんね、この辺り訪れてみて、あ、みんな同じ高さの建物だな、結構低いんだなと思ったら、この百尺規制というのを思い出していただければ、なんとなくね楽しい気分になれるんじゃないかなと思います。はい、こんな感じですね。しかしですね、ここも徐々に徐々にいい状況が変化してきます。大きな今現在ビルが立ち並んでいますけれども、まあその理由ときっかけとなった、事件がですね1974年に生じます。まあ事件と
言ってもそこまで大げさなものではないんですけれども、はい、百尺規制がですね緩和されまして大きなビルが建てられるようになった1970年代、突如としてここに新しいビルの建設がされます。これがですね真っ赤なビルで、東京街道日動ビルと現在ではなっているわけなんですけれども、これは1974年にですね、前川邦夫という、日本を代表する建築家の方が作ったビルになります。でこれが何の事件を起こしたかというとですね、今まで百尺規制になっておりましたから31メーター以下の建物しか建っていませんでした。ところがこの高層ビルを建てるとき、霞ヶ関はそこまで何か物議を醸し出したわけではないんですけれども、この立地上ですね、この高いビルが建つとですね、ちょっと屋上のあたりから見てみましょうか。屋上のあたりの高さから見ると、はい、皇居が見えますね。皇居、はい、目の前に見えるんですけれども、皇居を見下ろすような形にこう立つことになるわけですね。で、戦後象徴天皇制と移行した日本国ではありますけれども、やはり、この天皇陛下が、住まれている皇居を見下ろすというのはいかがなものかということで、かなりですねこれは論争を巻き起こします。非常にこれは問題視されます。なので いろいろないざこざがあったんですけれども、結局としてはですね、やはりこの日本の高度経済を成長を支える上では高いビルを建てなくてはならないということからですね、このビルが1974年に建ったのを皮切りに一気にこの辺りどんどん発展していく形になります。こうしてですね現在まで発展が続いていくという形になるんですけれども、ちょっと面白いのがですね、ここが日本最初のオフィス街として成長した記録がありますから、昔の建物をなんとか残そうという試みがされている部分が多かったりします。しかしさすがにですね、そのまま古いビルをそのまま使うというわけにはいきませんから、形だけを残して新たに作り出すという方法が検討され、それが実行に移されます。基本的に先ほどお話ししたようにですね、この GHQ の本部、百尺規制を元に作られた下の部分がありますね。でその上の部分に大きくこのビルが建っています。このビルは1990年代に建て替えられたビルなんですけれども、これに関してもですね、昔のこの面影は残しつつ上に発展させて、容積率を稼ぐという形になっているビルがこう多く立ち並んでいます。ここもですね、最近竣工したばかりの東京会館という建物なんですけれども、やはりですねこの百尺規制時代の建物のこの形が残っており、その上に高いビルが建っているという形になります。これがですねどこもこう続くわけですね。多くこの低いビル、そしてここにも低いビルの上に立つと、低いビルの上に立つと、こういうのがたくさんあるわけですね。これ大手町まで含めるとですね、このようにですね、東京のこの丸の内というのはですね、古いビルの形の上に新しいビルを建てるというこういったね、建築が非常に目立つ場所になっています。このようにですね、何か謎な感じに立っているという理由はですね、かつての百尺規制と、その伝統を残すという意味でこのビルの形になっているので、皆さんね、もしこう東京を訪れて、なんでこんなね、みんなビルの形奇妙なんだろうと思ったら、百尺規制を思い出していただければなと思います。そして歴史的なものがありますから、中がですね、これ、外観が古くなっている建物に関しては、中もですね一部がその状態で残されていたりしますので、ぜひですね皆さん調べていって、昔の様子見れる場所があったら見てみるとですね、日本の歴史における最初のオフィス街、そんなのを、歴史感じられるんじゃないでしょうかという感じになります。はい、ということで現在ですね、このように日本の中心として発展している丸の内というのを今回見てきました。次回はですね、甘利宮の方、そして毛利庭園の方を見ていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ということで、ラバーダックでした。皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。